さあ、それでは運命の枠番選択に移らせていただきます。競争得点1位の青山選手から希望の枠番をセンターマイクで発表お願いいたします。2番。2番を選びました青山選手。さあ、続きまして鈴木圭一郎選手、センターマイクでお答えください。お願いいたします。3でお願いします。3枠を選びました鈴木選手。荒尾選手、お願いします。1を選びました。4番お願いします。5でしょう。6番で。それでは永井選手、お願いいたします。7で。7枠です。8番です。ありがとうございます。このような枠順ということになりました。さあ、それでは荒尾選手から意気込みをぜひお願いいたします。はい、1枠取れたんで、明日は優勝できる気しかしません。頑張ります。ありがとうございます。続きまして青山選手、お願いします。まやちゃんと同じ2番で、明日2人で完全優勝決めます。はい、ありがとうございます。続きまして鈴木選手、お願いします。はい、エンジンだいぶ良くなってきたので、ぜひ、3から買ってください。ありがとうございます。さあ、そして早川選手、お願いします。はい、今年 G1 3つ取りました。残るは SG だけです。頑張ります。ありがとうございます。さあ、金子選手、お願いします。明日は無事に家に帰りたいです。さあ、そして佐藤孝也選手です。はい、同級生の新田裕志君と浅井光太君がいい流れ作ってきてくれてるんで、最後は僕が絶対に決めます。ベットオンミー。ありがとうございます。では地元永井選手です。まあ、浦瀬さんを連れていくように、トップエース、01目指してスタート切りたいと思います。応援よろしくお願いします。さあ、そして浦田選手、お願いします。はい、大輔に目いっぱいついていってワンツー決めたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、皆様の力強いコメントが聞けました。どうもありがとうございました。さあ、それでは選手の皆さんは退場となります。皆様、温かい拍手でお送りください。さあ、それでは8枠の浦田選手から退場をお願いいたします。